はい、つぶちでべ、戦国ふばさらふ、すめらき、いいなおとら、ドラマルーツ、レッツゴー。なおとらちゃん。ドラマ。私の思いはまっすぐだ。Versus Bot Date and Sarada. Now let me prepare first. I'm level 8. It's not enough. Let's boost it. Okay, I'm ready. Let's go. No. Maybe I have the weapon. Yeah. Ooh, look at that.And Janice. Wham. Okay. Onore, 男によって不幸になる乙女たちは増える一方だ。その原因はただ一つ。暑苦しい男の元凶、武田信玄。つまりは武田を倒せば世の女が幸せになる、そういうことでしょうか。武田の無駄な熱血が世の男どもを勘違いさせている。あいつらこそ乙女の不幸、その発生源なんだ。はい。ふわっとですが、なんだかわかる気がします。それに武田は私の幸せを壊した張本人、放っておいてはまた涙に濡れる不幸な乙女を生み出してしまう。なるほど。直虎様、お気持ちはよーく理解できました。そこを動くなよ、武田信玄。乙女の大義、いやこの私の怒りと恨み、のしをつけて突き返してやる。乙女が世のため、いざ。Welcome。 Wow, detect him。 武田信玄、そこに直れ。私がいいと言うまで謝り続けてもらうぞ。とんだジャジャマレイディのお出ましだ。真田、あんたの知り合いか。親方様はここにはおらぬ。妖向きならばこの雪村が伺おう。おのれ、つまらぬ嘘で時を稼ぎ、策でもひねり出すつもりか。武田め、卑劣な手でどうこうできる私と思うなよ。ウィーピー。 They ride the horse.Claim full camp at the corner. Takeda, what?どっかで見たような暑苦しさだな。ここを攻めたのは貴殿の思い込みであろう。一国を預かる将であるならば軽挙妄動は慎まれよ。私に説教する気か。その上から目線。男はいつもそうだ。乙女を見下す。Let's go! Now! 最強最強。今日お前たち、この手で切り抜く。行くのだ、サスケ。了解。リアリーの才のあるお仕事だね。同盟はしたが、俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。と、バレちゃいましたか。
The Bodyguard。 今意義があるのはナオトラ様と女衆のおかげです。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然同盟の第一歩でつまずいちゃいられないってな。世の女子すべてがこうとは思いたくはない。サスケ、何をしても全くダメだという時がある。あらあら、こんな子を怒らせるなんて、親方様もまだまだお若いってことかね。何をにやついている。武田は忍びもハレンチだ。おまけにそれで忍んでいるつもりか。ところでさ、シャレ、あんたが親方様に怒るわけ、おお、俺様まったく浮かばないんだけど。なんだと、いやらしい忍び目、その知らざらしい物言い、さては分かって聞いているな。まあ一応あんたらの情報は掴んじゃいるけどね。確か祝言の日に男がいなくなっちゃったとか。しらを切るつもりか。それもこれもまとめて全部誰のせいだと思ってるんだ。退散退散。まあ一応あんたのことは親方様にも伝えとくよ。じゃあねー。迫られたな。あんたらの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。貴殿の軍こそいささか奔放に過ぎよう。ナオトラ様、我らなでしこ隊、いつまでもあなた様のおそばに。Oh, Scott Pojuro, man. He is attacking my camp. Oh, 腕が立つ相手は嫌いじゃねえ。貴様、青なり私を褒めて何が狙いだ。不甲斐ないぞ。まさか手加減していないだろうな。すぐの場合。悪いな。女とのおしゃべりは得手じゃねえ。騙されないぞ。真顔でそういう言葉を吐くやつに限って女を不幸にするんだ。いいから黙って打ち込んでこい。お前のその怒りがなくなるまでな。偉そうなやつもどこまでも上から目線で。伝えられたのは技じゃねえ、焦げるほどの魂だ。その思いだ。少しはすっきりしただろう。そろそろ感情をしまって家に帰ったらどうだ。女は家に帰って飯の支度でもしろ、そういうのか。私が料理が苦手なこと、それを知っての皮肉だな。この剣先を鈍らせる者、迷いか。シャーどうした男ども、かかってこい。まさかもう音を上げたのか。迷い子は通してやりな。それ以外なら追い払え。うわ、まあまあの立ち筋だった。またいずれ手合わせ願おうか。ホーリーシッド、バッステップ走れ。 OK to cam left。But it will be easy now because there are no Kojuro or Sasuke. の美人が台無しだぜ。バカな、他ならぬ貴殿と組んでのこの体たらく。それだけ手ごわい相手ってことだ。上等だとは思わねえか。もう二振り耐えたなら少しは見直してやる。少しは骨があるところを見せるつもり。いいだろう。道場での熱き修練を思い出せ。ははみんな、私に遅れを取るな。 E の V、天下に知らしめてやれ。スウィーピング。
やかに降伏せよ。もはや貴殿らに勝ち目はないぞ。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。 OK、 これでもしとやかに入ってきてやったんだ。あれはナオトラ様の乙女色の覇気。Gate has opened. Opened. ビナルかな、ビナルかな、無形に至る。俺にはまだなせぬ。ここにいたか、貴様ら。の、へい、真面目腐って威張り散らして暑苦しい。だから男は嫌いなんだ。威張り散らしてなどおらぬ。それもこれも貴殿の思い込みでござる。オーケーオーケー、似た者同士好きなだけやってくれ。貴様、誰と誰が似た者同士だ。引きずってなりませんぞ、政宗殿。 What？ だて、今すぐ訂正しろ。暑苦しいだけが鳥への武田の男と私が似ているだと。政宗殿、つまりはこの雪村がこの娘のごとく周囲が見えていないと申されるか。オーケーオーケー、どっちでもいい、クールになりな。クールだと？私に狂えと言っているのか。なるほど、狂わんばかりに熱気を高めろと。承知した、政宗殿。うおー、ヘイ、少しは頭を冷やして向きになるなってことだ。クールダウン、オッケー？なんと、この雪村、冷えては魂の炎が消えてしまう。うわー、お館様、それたちは一体どうすれば。うるさいぞ、真田。その暑苦しさを何とかしろと言っているんだ。こいつはまた暑苦しいのが増えたな。そうだ、イードルには真似のできぬ熱気、魂の炎、それを見せれば政宗殿も似た者同士とは言えまい。しかと見られよ、政宗殿。うわあ、黙れ、真田。私がいつ貴様の真似をした。That's it, that's it. 戦撃は戦を止めの時の声。そう顔に書いてあるぞ、無礼者が。武田が熱き魂はクッソなり。Give me a break。 勘弁してくれよ。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。What's this? Oh, Kai no Tora.やっとクールになったか。さあ、好きなだけ話し合ってくれ。貴殿の事情は分かり申したが、親方様を狙う者を通すわけには参らぬのだ。ふん、これは命令だ。さっさと武田の居場所へ案内しろ。ただいま戻りましたよっと。貴様は武田のにやついた忍び、逃げたと思ったら懲りずに私の邪魔をしに戻ってきたか。いやいや、親方様からのことづてさ、道場で待っているってよ。何？どういうことだ、サスケ。親方様にあんたのこと話したら、
武田式で歓迎するってさ。歓迎だと偉そうに。全ての男の元凶め、思い上がっているその少年、私が叩き直してやる。乙女が世のため、いざ。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ、その荒ぶる魂、存分に示してみよ。け、オーイスト、ライオー武田、いいな。大人が参ったぞ。貴様は自分のしたことを覚えているか。すぐだ。貴様が戦を長引かせなければ、私はあいつと祝言を挙げ幸せな人生を送っていたんだ。そうか、それはすまない。なぜ素直に謝る。何だ、一体何を企んでいる。我ら武田が熱く震えば敵は怯えて震えるが道理。動くこと、イカズシの震うがごとし、攻めよう。おう、駆け引きなんて趣味じゃない。全身あるのみだ。お待ちくだされ親方様、これは全てイイ殿の逆恨みの八つ当たり。控えよ雪室、乙女心を消せぬようでは民の幸せも叶わぬと知れ。乙女心でござりますか。大将、落ち込まない。お前、どこを見ている。これだから男はそこに直れ。これに懲りたらいやらしい目を控えることだな。幾ばくかの疲労は与えた。拙者はここまで。仕切り直しと行こうではないか。ここは武田男同士、お主に稽古をつけてやろうぞ。そういうことだな。この道場で男が上だと力ずくで示すつもりだな。それが男の傲慢、怠慢だと言っているんだ。それが気に勝るとも劣らぬな。そう思いだ。お主は今までわしが相対した誰よりも。 It's gonna be long, man. 大人の勝負といくか。暑苦しいのは嫌いでね。お前が言うな。何のことだ。熱く見えて、乱世一の落ち着きぶり。それが親方様よ。さあ次はドイツだ。私の牙の餌食となるのは。その程度で倒れるハンターだね。そのはずだ。良い、威勢が良いわ。お主に伝えたきことはただ一つ。素直であれ。勝手に話を進めるな。何が素直だ。そんなのは従順な女の方が男にとって都合がいいからだろうが。慌てるでない。わしの言う素直さとはすなわち眼前の現実をありのままに受け入れる心の強さじゃ。Now. 黙れ。私にしたことを棚にあげて、乙女の幸せに口を挟むな。ダメだよあんたら。ナオトラ様を波の武将とか思っちゃ。人馬一体はやがて人心一体を導こうぞ。大丈夫ですかい。さあ俺の肩に捕まって。恥と思うなら剣を持て。死にたくなければ立ち上がれ。気合じゃ。お主ら気合が足りとらんぞ。海より深くごめんなさい。うわ、どう
That. Takeda! Takeda! Arriva! Come to me! なぜ自分を置いて去ったのか、あ、それを考えたことはあるのか。それはひたむきなる虎、なお虎よ。お主はまっすぐで熱く強い女子じゃ。だが時にはその強さが相手を苦しめることもある。回りくどいぞ。何が言いたい。お主、自分の思いばかり押し付けてはいなかったか。相手の声を本当に聞いていたのか。思い返してみよう。待て、それではまるで私が傲慢な男のようじゃないか。いい加減素直になるのじゃ。己を認めよ。違う、世の男どもに覚悟が足りないんだ。戦国の世にあふれる軟弱な男どもがぬるいんだ。そうきたか。よいわ、ならばこの男道場をわしより奪い、お主が男を鍛えてみよう。望むところだ。この道場は私が使う。熱い熱いわ。来るがよい。いい名を取ろう。人の名前を気安く呼ぶな。武田信玄。まだまだよ。あ、シェッ。うるさいぞ武田。世の女子すべてがこうとは思いたくはない。やった。白金の数すぐ名前。次郎法師直虎が率いる限り E 軍に負けはない。こんなところにもう一匹の虎がおったわ。軟弱な男ども、その腐り切った少年、この私が叩き直してやる。覚悟ある者は来い。それと私に勝ったら花婿候補にしてやる。Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me for more video, and you can support my Patreon. Thank you. See ya.